はい、えー、おはようございますおはようミネラボのお時間です今日は、えー、70個目のご質問、えー、似顔絵を描かれているココユキさんという作家さんからのご質問です、えー、アワイタッチの似顔絵を描いてるんだけれどもどんな写真がおすすめですかというご質問いただきました読み上げますマオさんスタッフの皆さん初めましていつも本と動画とても参考になります ギャラリーの写真がとても大事で、写真でサイズ感や素敵な使用方法の例を表現すると良いと学びました。私は現在水彩画の淡く優しい雰囲気の似顔絵を販売しています。写真は絵のアップです。似顔絵なら飾っている画像が良いと思うのですが、他の方の似顔絵のようにくっきりはっきりしていないので、フレームで飾られている写真では作品が見えにくい印象です。 実物では飾っていても目立つのですが、飾っている写真は2枚目以降に時々使用している程度です。作品の顔となる1枚目の写真に飾っている写真を使用した方が良いのでしょうかというご質問をいただきました。ありがとうございます。お答えします。ギャラリーはちょっと拝見していきましょう。まあ、淡い色合いということなんですけどあの、拝見した感じ水彩だったり色鉛筆だったりで、まあ、優しい雰囲気の,あの絵だなという。 印象です。作品はあのいろんなタイプの似顔絵をあの注文を受けられてるようであのかぶり物をした猫ちゃんとかあの赤ちゃんの顔とかそういうお子さんの顔とかをキャラクター風で描きますよとかアートっぽくとか。 ファッションイラスト風にしますとかね、あとウェディングものとか、ペットの絵とか、ウサギさんとか、そういう、割と細かくあの商品設定、作品設定されてるんだなっていう印象です。まあ、こんな感じの,あのブラウザで見ると、1ページに20点ぐらい載ってるのが、えー、25点か、えー、6ページありますので、結構な種類があるんですね。はい。 こういう作家さんです。今まあ、限定お買い得っていうことで、ちょっとモニターっぽい感じで販売されている作品があります。えっと似顔絵オーダーをして、手書きイラストを原画をまあ、お安く出します。よっていうのもだいぶ安いんですけどね。まあ、定価は普段はこの価格じゃないんですけど、期間限定でちょっとサービスするみたいなこともされています。こういうお子さんの顔写真をちょっと1枚1枚写真見ていきますね。 はい、ま「あ、こういうペットでもできますよ」とか「お名前入れますよ」とか、えー、あとこれですねさっきおっしゃってたのは額縁に入れて飾ってるところの写真こんな感じですっていうところとか、えー、されていますいろんな、えー、これはご家族のイラストですねこういうのもいいですね。はい。 あのいろんなアイテムミニカードとかそういうのとかあのポチ袋みたいな紙袋も作られてるんですかねいろんなアイテムと一緒に撮られていたりとか、まあ、似顔絵の絵のタッチのバリエーションを写されていたりとかいろいろできるっていうところをお店になっていていいですねはい。 まあ写真はちょっと暗いかなっていうところと、実際の発色がちゃんと写真で表現できているかなっていうところは、正直、課題だとは思うんですけれども、まあ、一生懸命、今、できる範囲では情報を載せられているな、という印象はあります。あの練習はし,たしていただいた方がいいな、というところですね。でですねまあ、現時点で、ギャラリーの中にはあのレビューが五十七件ほどついていて、あのコメントを拝見している限り、まあ、リピーター。 さんの方もいらっっしゃったり、レビューへのお返事もしっかりこ,こゆきさんも書かれていてお客様との良いコミュニケーションが取られているんだなということは十分伝わってきました。で あのご質問のですね「飾っている画像がいいと思うのですが」っていうふうに書かれている通り確かに私はあのこの「はらぼ」の配信でも絵を販売されてるんだったら飾るシーンを提案,提案してはどうですかということをお話ししてまいりました。でとはいえですね今回は似顔絵なのでその作品の特徴も踏まえてあのお答えしていきたいなと思います。 で今日の結論を先にに言いいいまますす、えー、飾るるここととだわる必要はないと思いますでただしその理由っていうのがありましてそれはですねくっきりはっきりしない画風だから飾った写真じゃない方がいいっていう理由ではないんですね。まずそのの似顔絵には他の見せ方もあるというふうに私は感じました。なので、えー、今から2つの見せ方の提案についてお話をしたいなと思います。 まず一つ目のご提案です。まあ似顔絵っていうのはあのー、ご依頼いただいた方そのご本人に似ていることっていうのが何より重要なポイントだと思うんですよね。なので一目で似てるこの雰囲気の絵が欲しいっていうふうに感じてもらうことがすごく重要なんじゃないかなって感じました。じゃあその似ていることっていうのを伝えるにはどうすればいいか。まあ例えばですけどサンプル用にモデルさんご本人に絵を持ってもらう。 なんていう案はどうでしょうかね。つまり、例えば、こういうモニターに映したような例です。ちょっと私の写真で申し訳ないですけれども、ちょうどいいのがなかったので、えー、この通りに通ってくださいっていう話じゃもちろんないんですけれども、 あのモデルさんに例えば依頼して思い切ってカメラマンさんにも撮影をお願いしてもいいんじゃないかなと思いました。でなんでかっていうと似顔絵っていうのはそのご依頼いただいた方に一点一体納品していて完結する作品だと思うんですけれどもお客様はまあサンプルの画像を見てオーダーをされると思うんですよね。なので一回きちんとした写真を撮っておけば、 ずっとサンプル写真を販売活動に使うことができます、えー。この点が物理的な品切れっていうのが起こらない似顔絵販売の強みだなっていうふうに改めて感じました。この例は私ですけれども、まあ私の似顔絵をここゆきさんに描いていただいたとして、こう持って、やった似てるじゃんみたいな雰囲気が伝わる写真。1個これは提案です。はい。えー、2つ目の提案に行きたいと思います。2つ目はですね、 贈り物として選ばれるケースが多いっていうところ、ここに着目しました。なので、あのプレゼントに添えて似顔絵が届いたら、どんな感動が生まれるかっていう点をアピールする写真はどうですかね。例えば、じゃあそれはこんな写真です。まあ、プレゼントの写真、これちょっとフリー素材から撮ってきたものですけれども、お花とそのギフトボックスがちょっと合ってみたいなイメージ。 にここに似顔絵が入る例えばボックスの表にちょっと差し込んであるとかねこういうイメージで。 あの作品写真として PR してみたら、ああ、そっか、プレゼントってただ単に物をあげるだけじゃなくて、こういうちょっと一と手間かけたオーダーをわざわざしてくれたっていう喜びをお渡しするっていうのもありなんだなっていうプレゼントの形態としての提案っていうのができるのも面白いんじゃないかなと思います。ここから横展開していくとですね、まあ花束に添えて母の日のギフト、父の日のギフトにする、まあ敬老の日もありますよね。あと、ひな祭りとか、そのお節句、 季節の行事に合わせた仕様にするとか、いろんなバリエーション展開があのできるんじゃないかなと思います。で、さらにですね。もう一つあります。あの、ここゆきさんが飾った写真は見えにくいっていうふうにおっしゃってました。けれども、まあ確かに絵を見せるっていう点では、イラストだけを大きく見せるとか、そういった方が一番絵の表情っていうのは見えると思うんですね。ただし。 画像って、みんネに登録できる写真の画像っていうのは、たくさん登録できます。今、20枚登録できるので、1枚ずつ違う目的で写真を見せるっていうふうに考えれば、必ずしも全ての写真をイラストメインの写真と同じような鮮明さではなくてもいいんじゃないかなっていうのが、私が思っているところです。なので、先ほど写していたこのココユキさんが今撮られている、この、あの、額装した状態で飾っている写真ですね。 この写真と比較してまあ私だったらどう撮るかなっていうのをちょっと妄想して実際私ののの部屋の中に飾っってている絵の写真を撮ってきましたこれ全然心きさんの作品とは関係ないんですけど私がお部屋の中撮った写真このくらいの余白をガーンと撮って部屋の雰囲気がわかるような写真を撮ってみたんですね。 先ほどのこっちですね。こっちだと絵をはっきり見せたい気持ちが強いので割と画面いっぱいに額縁が写ってるんですけれどもそうじゃなくて私が試しに撮ってみた撮り方っていうのはお部屋の空間を丸ごと見せるっていうようよな雰囲気です。あのこうすると絵はすごく小さく見えるんですけれどもああ自分の家だったらあの辺りに空間があるからあの壁を飾りたいなとか例えばこれにさらにベッドがちょっと写り 映り込むとか玄関のドアが映り込むとかそういう家の中の空間と合わせて飾り方を提案するみたいなことができるんじゃないかなと思いますこれはあの似顔絵だからっていうだけじゃなくてイラストとか写真とかそういう壁に飾るアイテムをあの販売されている方にはどなたにも共通で使えるテクニックじゃないかなと思います、えー、まとめますとですね作品の特徴によって写真の提案というのはものすごく幅が広いですで今回は 似ていることが重要なので、まずその点を訴求する写真っていうのをご提案してみました。そしてサンプルとして撮影して、それ以降もずっと使える写真であれば、コストをかけてプロの方に撮影を依頼するっていうところ、そういう可能性も十分考えられるなっていうお話をさせていただきました。まああのモデルさんのモニターを募集して、ご本人がその絵を持っているところを写真撮らせてもらうとかね、あのやり方はいろいろあるんじゃないかなと思います。あの 絶対こうしなきゃいけないっていう制限があるわけではないので、ぜひご自身でこういう見せ方をしてお客様に喜んでいただきたいなとか、過去にご注文くださったケースでこういうのあったなとか、エピソードとかアイデアがあれば、どんどんそこから深掘りしていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、今日のご相談は以上でおしまいになります。ちょっとでも参考になったなと思ったら、高評価のボタン、チャンネル登録もぜひお願いいたします。えー、この おはようミねらうばへのご質問についてはあのこ,のこの動画の概要欄の方にご質問フォームがありますのでぜひぜひあのなんか小さなご質問とかあのすごく壮大なものでも何でも構いませんのでみんネの作家さんからのご投稿お待ちしております感想フォームも別にございますのでご意見ご,さんご,んご感想も <laughs> ぜひお寄せくださいはい今日もご視聴くださってどうもありがとうございました